一番マコーロでもさっきみたいな大きな機械と戦った？おお、サソリみてえなやつとかな。さっきのは、さっきの例えるならなんだ？例えなくていい。情報通りだ。これで降りるぞ。この先はちっとばかし面倒だぜ。今さら。ここを抜けりゃ五番マゴールだ。思ってたより大変そう。まあなんとかなるだろう。あれが五番マゴールの柱だ。道順はプラン E の次は FGH ってな。続きがあったのか。F はこの区画の名前。G を抜けて H まで向かう。 H にあるリフトでマコーロの近くまで行けるの。ビックスもその先で待ってるはず。もう日が傾き始めてるね。うん、行くぞ。シンラに泡を吹かせてやる。黙って進め。下見なければ平気だよ。あんまりつぶてえなお前ら。扉の先が G か。これで開くかな。ダメ？電力が来てない。あそこは電気ついてるぜ。制御室か。行ってみよう。あの扉使ってないのかな。てかこの通路自体使ってるやつがいるとは思えねえ。これじゃ点検もできないよね。かろうじて生きてるか。動くかな。電力供給が不足しています。ダメだな。ねえ、これ電力不足時の対処法だって。ライトを消せば非常用電力を確保できるのか。ライトってもしかしてスラムの太陽？スラムを照らすライトのことをそう呼んでるの。そいつを消せば扉が開くってわけか。でも太陽が消えたら困るよね。4番街の人たち。マコーロをぶっ壊したらどっちにしたって消えちまう。そうだったね。戻るぞ。スラムの太陽のせいで電力不足なのかな。さあな。点検をサボってるだけじゃねえか。明るいのは便利だけど、たくさん魔法を消費してるんだね。
してみると大きいね。スイッチははしごの上か。結構高えな。俺が行こう。うん、下で待ってるね。非常用電力の供給を確認。ゲートの再起動を開始します。よっしゃ、うまくいったな。うん、ありがとう、クラウド。これで G までは達成だな。うん、あとは魔鋼炉を目印に。この眉、奴らの巣穴へようこそって感じが。こりゃちっ、どこまで腐ってやがんだこのピザはよ。早速歓迎してくれ。さあ、行くよ。故障中？こっちも電力不足だし。ちょうどいいじゃねえか、侵入し放題ってことだろ。ちっ、くせえガスをスラムに垂れ流しやがって。ガスのとこもモンスターが集まってる。トンネルの中と一緒だ、神羅と魔鋼のせいってな。それ、絵本のセリフだよね。おう、マリンが気に入っててよ、真似してやると喜ぶんだ。人生は終わりのない迷路だぜ、でしょ。私も覚えちゃった。もう一度確認しない？今どの辺だこれや。私たちの目指す魔鋼炉は H の先。ああ。でも。ここまでは H につながってる道なかったよね。ま、歩き回ってりゃそのうち。あんた一人でやってくれ。他につながってそうな場所ってなると
壁沿いか。ダメ元で行ってみない？目的地があると気も紛れるし。悪くない案だ。あのでけえ扇風機が目印か。確かにあれ見て歩けば迷わねえな。あれって換気ファンかな。吹き飛ばしてもガスが消えてなくなるわけじゃねえ。やばいもんはスラムに立たせよ。伝っていけそうだな。マジか。怖くねえ。なんかすげえファンの音が。おじけづいたか。誰がてめえの細く体が吹き飛ばされねえかってこっちゃ。もう急いでるんでしょ。おう、ついてこい。いい風吹いてんな。全然よくない。よそ見ダメだから。おう、渡り切ったね。ああ、寿命縮んだぜ。あ、はあ、ほんのちょっとだけな。2秒だ、2秒もう目の前が平地。足元気をつけて。あれが目的のリフトか。メインリフト、うん、確かそう言ってた。間違いねえ。こいつがビックスの言ってたメインリフトだ。あいつもこの先で待ってるぜ。電力供給が不足しています。またかよ。ライト3つ分必要だな。そんなに？この辺りの全部ってこと？こうなりゃ片っ端だ。迷ったらここに戻ってこよ。 H1 の番号が目印。あ、こっから一番近いライトっつうとあれだな。暗いスラムを見守る明かりは未来までも照らす道しるべであり太陽なのです。なんだそれ。スラムの太陽の宣伝文句、プレジデントが演説してた。神羅に照らされる未来なんざお先真っ暗に決まってな。手伝うよ。家に帰って食いやがれ。俺の見せ場だ。気合い入れてけ。さあ行くよ。気をつけて。
けてね。頼られちゃうな。私に任せて。スイッチ。サクッと消しちまうか。まずは一つ目。残りはあの二つだな。侵入者撃退システム再起動開始。撃退システム？電力が復旧したか。それがどうした？全部ぶっ壊して魔航路へ向かう。次のライトはどっちだ？こまめに確認しないと分かんなくなっちゃう。バーカス艇にでかくて助かる。終わらせる。投げてきた。敵じゃない。私たちなら余裕。逃がさねえぞ。私の本気見せてあげる。ああ、こんなもんよ。こんなもん。これで二つ目か。あとはあのライトだけだね。終わりが見えてきたな。ここから下に降りられそうだ。崩れないよな。下は4番街スラムか。え、興味ある？今度案内しよっか。
少しは心配しろよ。本物が一つあれば十分だ。神羅に作れんのは偽物だけよ。ロートモードへ移行します。俺の見せ場だ。行けんだろ。さあ行くよ。天井へ。ただじゃ済まないから。悪くない動きだ。頼もしいでしょ。ぐるっと回って戻ってきたみたい。最後のライトは…あのライトで最後。ずいぶん回り道しちゃったね。ここには仲間の目印もないしな。ジェシーとウェッジがいないのもいて、二人のことビックスになんて言おう。きっと心配するよね。ライトまでの架け橋しっかりつなげろよ。これで3つ目。メインリフト動かせるようになったかな。多分だ。よし、 H1 エリアまで戻るぞ。ジェシーの怪我大丈夫かな。あいつらの分まで神羅を懲らしめてやんのが
一番の治療だ。そうだね。クラウドはウェッジの分。ビッグスとの合流場所は魔鋼炉へ続く通路の中だ。暇つぶしのプラン A から Z まであるって言ってた。 G くらいまでには着くようにしねえとな。メインリフトまで戻ってきたね。首を洗って待ってろよ魔鋼炉。
立つってか。換気システムのメンテナンスモードを設定します。作業者は端末にアクセスしてください。止まった。換気システムメンテナンスモードに移行。制限時間内にロック解除用端末でアクセス。何してんだおい。いけんだろ。よし、やっちゃおう。くいの行くよ。いた時には欲しくるな。リフトに搭乗してください。あばよ、鉄くずめろ。いよいよ魔航路か。暗くて息くせえ。星の命が削られる場所だ。中は魔法の匂いが鼻につくぞ。覚悟しとけ。うん。見ろ、魔法炉が呼んでるぜ。早く来い、早く来いってな。消灯モードへ移動します。連携しよう。おう、引っ込んどけ。悪くない。この野郎。神羅の手の内だ。監視はされていただ。気づいてたなら言ってよ。言ったらやめてたか。最初からギリギリの綱渡りだ。渡り切るしかねえ。
力ずくでも得意そうだ。どうでしょう。もうすぐか。ティファ。いよいよだなって思ってたより緊張してたみたい。クラウド、ジェシーとウェッジはどんな感じだ。犯人グループが列車から飛び降りたって上は大騒ぎ。おかげでここは静かでな。マコーロへのルートはささっと確保済みよ。ヘイヘイヘイビーク。で、あとの二人は。ジェシーがね、怪我をしちゃって。ひどいのか。口数は減ってね、大丈夫だ。世話になるな。仕事だ。4番街へ行きに乗って正解だったな。警備は4番に集中してる。でもこっちの本命は5番。ちょっと複雑だが、この奥はもう魔行路の中だ。狭っちい穴ぽこだぜ。文句言うなよ。こっちは補給物資とワイヤーリール。調子はこれ以上ねえってくらい上々よ。みんなのことお願い。おや、よし、俺たちもワイヤーの装備だ。落とさねえようにしっかりくくりつけとけよ。作戦が終わったらこいつで一気に下まで降りる。で帰んぞ。当然だ。もっと左だ。時間ないぞ。ライトを調整しろ。プレジデント、ネクタイ確認します。急げ急げ。一番と同じようなもんだろう。ああ、魔鋼だまりが近い。行こうぜ。